授業入れてたから、冬に行くのがさっと入れます。お、負けた負けた。あー、こっちの髪巻くの苦手。うん、こんにちは。右利きだからさ難しい。むずいなぁ。やっほー、こんにちは。えっ、そう、冬の時期とかだとすぐ入れるけど、夏はねやっぱみんな暑いからね、行列。暑い時に髪巻くと暑いですよ。ドライヤーも暑い、夏って。だから夏は扇風機の部屋でドライヤーしてる、暑いけんね。三つ編みしないです。三つ編みは子供っぽいから、このっぽくなっちゃうから、私の顔だと。SDU の活動だったらいいんですけど、4の25歳は多分三つ編みとかはあんましない気がする。特に黒髪だし幼くなっちゃうから、あんまり日常ではしないかな。配信とかするけど、サイドポニーもそう、アイドルのステージではするけど、日常では絶対にしない、しないですね。見たことないでしょう、街中でサイドポニーしてる人とか。めっちゃす、ん、するのが良くないじゃなくて、多分そういう今は流行りじゃないからね。ステージではするけど、くる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 、はい、完成。あとで冷めたらほぐして完成です。こんにちは。ん？これ髪の毛？あ、違った。髪の毛じゃなかった。完成。どうせ2時間後には落ちます。声ラジは17時からです。だからもう声ラジ始まるまでには汗で落ちる予定。です。前髪さえ失敗しなければストレートでよかったのに、前髪を失敗したばかりに巻くことになっちゃいました。よさなこさん、お断りです。カッパイスありがとう、しんいちさんバラありがとう、おみかんさんかわいい、黒さんろうそくありがとう、たかみんさんカッパイスありがとう。こんにちは。うん、髪を痛めつけてしまった今日も、まつげはもう今すぐにでも松葉に行きたいぐらい落ちてきてて、でも今行くと月末の大阪の時に大変なことになるから我慢しなきゃいけない。あと2週間ぐらい我慢したして行かなきゃ。シャポン。
前から見たらね上がってるんですけど、横から見たら上がってるやつと下がってるやつとかいて、そうめっちゃ気持ち悪いんですよ。だからね早く行きたい、早く月末周辺になってまつげパーマに行きたいけど、もし行けなかった時のことを考えると恐ろしい。レッスンとかでさ行ける日と行けない日がやっぱあるから、この日休みと思ってもまつげパーマの店が予約いっぱいとかの時に焦る。こんにちは、どうも。なんかやっぱ巻き髪似合わない、私嫌だな、巻かんかったらよかった。強く生きよう。こんにちは、いいですか、見慣れないだけか。あんまり今日はうまくいかなかった、髪が馴染むといいね、夕方まで。ありがとうございます、あのフォローしてくれて。お昼食べてない、まだお腹空いてます。しかも今家に食材なくて、作りたいのがあるんですよ。南蛮漬けを作りたくて、南蛮漬けを昨日食べようと思ったんだけどね、昨日はオートミール雑炊にしちゃったから、今日は鶏肉の南蛮漬けをね食べたい、作りたいと思ってる。フィロはそう、大手町に2店舗目ができました、つい最近。私も行きましたよ、米粉のクロワッサンは大手町の店舗にしかないからおすすめです。載せなかったかな、あれ載せそびれてるかもしれない、メールで送ったっけ、結構前、数ヶ月前ぐらいにできました。南蛮漬けね、チキン南蛮美味しそうだった。平和食堂いいよね、何でもある、日替わりメニューもあるし。こんにちは、研究セットお疲れでした。ありがとうございます、ありがとうございます、なんかお疲れ様でした。私は研究生じゃないんだけども、ありがとうございます、お疲れ様です。私は見てました配信で。こんにちは、そうお肉の南蛮漬けが出てきたの、メニューが。だから作りたいと思って、鶏胸肉の南蛮漬け。こんにちは、まだツアーはね終わってないので、新潟と大阪と広島の打ち上げとあるからね、まだまだあります。こんにちは、なんかね揚げないで作る、そう揚げない系のねメニューが TikTok でめっちゃ流れてくるんですよ、ヘルシーご飯みたいな。それで鶏肉焼くだけでできるらしいから、多分なんちゃってみたいなやつですね。6体でも8人らしいから、そうポジションとか多分ない気がするんだよね。8人公演なんだって、16人じゃなくて。私も誰がやるのかなって、パセリコチのキック誰がやるんだろうねとか話しとったら、まさかの8人公演でした。8人かーい、18人いるから交代交代で多分出るんだと思います。誰が初日メンバーになるんだ、
ねえ、こんにちは。東京来たら見に行きます。東京はつい先日終わりました。5日前に終わりました。4日前、5日前終わりましたね。ユニットとかどうなるのかな。バラちゃんありがとう。私も僕大したかった。2期生で2期生でね、なんかここにさ協調性のない前髪がここにいる。こんにちは。ダンス上手いと思って来ましたか。でも私そんな自分が上手いわけじゃないからそんな目で見てないですね。なんかそんな評価するような目では見てないけど、やっぱ 2.5 期生すごいなと思いました。もうキレがすごい。こんにちは。一応さ、エステュードは先輩だけどダンス歴とかでは全然安住とかの方がさ、アクターズでもう培ってきたものがあるから、うん、何も言えない。私はそうね、評価できる立場でもね。こんにちは。3期生もすごかったね。だってさ、加入してまだ何ヶ月？ 4 ヶ月とかでしょ。そう思ったらすごい。私だってサイドステップ踏めなかったもん、最初の方とか。全然最近踏めるようになりました。4年目にして踏めるようになってるから、みんなすごいと思う。お疲れ様です。こんにちは。俺はまだ踏めない。頑張れ頑張れ頑張ろう。私も4年経ったら踏めたし、頑張ろうな。でも踏めなくても生きていけるからね、サイドステップ。アイドルだったら踏めないとちょっと絶望的だけどね。時短だしか踏めん。あー、だだっこなんだ。そうか。そうね、刺激。でも刺激だけど、プレッシャーとかよりもう 2.5 期生とかはもう元からオーディションの時点からすごいって分かってるからさ、プレッシャーとかではなく尊敬の眼差しです。私は追われてるとかじゃなく、全然もう遥か先を行ってる、もう上を行ってるって思ってるから。レッスンとかあんま一緒にならないけど、一緒になるときは学ぶこと多いですよ、見てて。 2.5 期生のダンスとか。地雷を踏むのは得意です。最悪地雷不満取ってください、発言とかね。一番大変それ。地雷踏むのは得意にならんくて大丈夫。しんいちさん、ハートギフトありがとう。クロさん、花束ありがとう。前髪がパリパリすぎて気になる。やだ。
山崎さんありがとう。こんにちは。韻を踏む？あ、韻を踏めた方がなんか楽しく生きられそう。私は韻踏めないです。パチャのダンス指先まで魂こもってる。最近はしなやかに踊るようにこう指を長く見せたいんですよ。でも私は指はそんな長い方じゃないので、なんかこう沿わせてる、え、反らせてる、こうやってるからかな、力が入ってるのかもしれない。でも初期の頃の映像とか見たら本当に手に力が入ってなくてなうなうしてるんです。だからやっぱいいことかもしれん、成長したのかもしれん。ひりあすみさんバラありがとう。こんにちは。みつさんありがとう。今日久々に体重計乗ったんよ。なんかさ、ツアーが始まって各地であのご飯とかさもらえるじゃん、美味しいご飯とか差し入れとか食べれるからいただけるので、だから体重計乗るの怖いなと思って放置してたんですねなんか増えすぎてもちょっとやむし乗らんどこうと思って久々乗ったら変わってなかったです。無事でした。よかったよかった。バラちゃんバラありがとう。ハトもありがとう。いっくんカッパイスありがとう。あ、昨日までだから花火が終わったのか。背景がなんかこんなんだったっけ。背景昨日までなんかもっとお祭りムードあったのになと思ったら終わったからか。ケンジさんお断りです。しんいちさんレインボースターありがとう。そう、新潟と大阪もちょっと、しかも大阪は2日あるでしょ、29、30で、でその次の日広島もあるけ広島の時にパンパンにむくまないように我慢するように気をつけないといけません。頑張ります。ちょっと声が今日枯れてる。ね、背景がシンプルになった。全然シンプルじゃないけどね、すっごい手が込んでるけど、昨日までの背景が豪華すぎてね。大阪、大阪楽しみやな。新潟も初めて行くから、どんな空気なんだろう新潟、どんな景色なんだろうって楽しみです。大阪グルメ、わあ。今月もいろんなとこ行きます。名古屋もあるし、名古屋のフェスあるから、今月は新潟、名古屋、大阪。8月がさ、もうあちこち行きすぎてて、東京、福岡で、福岡2回プライベートとツアーとで行ってるし、名古屋も行ったよね先月。あちこちあちこち。としろうさんカッパイさんありがとう。串カツね、食べに行く時間とかは多分ないけんさ、食べには行けないんだけど、差し入れとかであれば食べれそうです。でも串カツ広島にもある。広島の打ち上げ祭はメンバーも何もまだ何をするかすら分かってない。だから何にも分からない。何するんだろうね。そう、新潟スタンディング、皆さん足腰気をつけて。
ひろっちさん、ろうそくありがとう。かつおさん、お断りです。そう、スペサポでアンケート出てるらしいですよ。そうなんですよ、私もね知らなかったんだけど、なんかスペサポでアンケートが出てるらしいんだけど、それ見た感じ、え、ライブじゃないのかなみたいなアンケートだったんだよね。見ましたか、結婚タワー。え、4、5、6、7、8、9、ほんとだ、カツオさん結婚タワーお断りです。何タワーですか、何何事タワー、お断りです。何事だ、そう、スペスポ見てみてください。なんかアンケート来てるから。広島高さん、ブラボーありがとう。今ちょっと耳がボワボワしてさ、あんま大きい声出せなくてボソボソ喋ってすいません。何事だ、お断り。何書こう、どんな風に書こう。どうしようかな。前回の打ち上げ祭はなんかね、リクワーみたいな感じでメンバーがステージ上にいて、でなんかいろいろそれぞれの個性を発揮していくみたいな、芸披露みたいな感じでした。2年前はね、何するんだろう。そう、ぐるぐるバットとかあった気がする、アンケートに書かれてた気がする。そう、リンコの犬のやつ。そう、耳しんどいです、時間解放しようって言われて、もうかれこれ4年はこの耳、踊ってる時とかになる時が一番しんどい。歌っても何歌ってるかとか何も分かんなくなっちゃう、困ってます。みんなも気をつけて。ちょっと待ってよ、どうしようかな。こんにちは、やっと昼休み、お疲れ様。お疲れ、お昼ご飯いっぱいお食べください。お食べ、なんかね、耳がボーバーするやつは飛行機乗っても鳴るわけじゃないんですよ、こういう日常的になるの、日常の中で喋ってる時になるんですよ。喋り終わったら治ったりするんで、配信中によくなる。私
だから配信中私あんま自分が何喋ってるかよく分かってないです。自分の声が聞こえてない。早く直したいな。イラスト難しいね。お断り。福ちゃん回復薬ありがとう。ガクさんハートありがとう。ゼリーケーキ、え、すごい、あの透明なやつ。ゼリーケーキさ、あれ何味なの？ゼリー味なの？ゼリー味ですか。結婚してたわ。あ、三ツ矢サイダー味あ、そうなのか。水味かと思った。美味しそう。シュワシュワしてそう。チェックアウトのために起きなきゃ思ってたら遅刻する目を見て混乱した。それは混乱する。超混乱。シュンさんカップアイスありがとう。透明のケーキ初めて見た。流行ってるんかね今時。え、流行ってるの？私流行りに乗り遅れる系女なんだけど。え、どんな味なの？気になるね。こんにちは。琥珀糖、琥珀糖知ってるよ。2年ぐらい前にレイカちゃんが作ってさ、まだ知っておいた時に卒業する前、レイカちゃんがお裾分けしてくれました。広島市内とっても暑かったです。ひえーえー、やっぱ暑いよね。未来の果実を踊るパセリ好きだった。本当？ボイゼンガーやりたい。ボイゼンガーなんかさ、メンバーみんなボイゼンガーって呼ぶんですよ。ミキス未来の果実やりたい。久々にやりたい。昨日ね
美穂にも言ったんですよ、僕隊決まったんよって、夜連絡の中で。そしたら、あの、私たちのためにも研究生のためにも一番最新の僕隊のレッスン動画を見せてあげてほしいねって話になって、もう初期のさ、2期生もほぼダンス未経験者だから、初期の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 さ、レッスン動画とか渡されたらもう恥ずかしくてたまらんから、ちょっと一番最新、それでも1年2年前とかのレッスン動画になっちゃうけど、まだマシなやつ見せてほしい。それかもしかしたらもう2期生のはお手本にならなくて、あの AKB さんの本家のやつをね、もしかしたら配布されるかもしれないけど、ね、そう、8人だからね。でも2期生の時もあのレッスン中にダンスの先生が沖さんの動画とかを見せてました。初期の頃の沖さんのあの動画とか見せてたから、もしかしたら私とかのサイドステップ踏めない動画とかも見せられてるかもしれない。ちょっと怖い。そう、いや、 2.5 期生なんかね、レッスンがあるときは本家とか STU のやったことある過去の映像とかでまずみんな家で覚えていかなきゃいけないんですよ、レッスンとは別にね、事前に。だからそれで流されるかもしれない。はい、カツオさん、結婚してタワーありがとうございます。お断りです。いつも配信見てくれてありがとう。平和に楽しい空間にできるように頑張ります。ありがとうございます。泣いてるくまちゃん、ありがとう、お断りです。ちゃんと二重線も引いて、文字も大きいし、ありがとうございます。断りプラカード。ありがとう。そう。くま。でもなんかもうちょっと。いや、もっといけたな。もっと断った感のあるイラストいけたな。しーちさん、ハートギフトありがとう。靴ずれ発生。靴ずれ私も最近よくします、衣装の靴とかで。そう、 AKB さんと STU はあのね、2期生がダンス未経験すぎて踊れなさすぎてAKB さんの本家の振りと変わってるとことかあるんですよね。本当はなんかステップ踏まなきゃいけないけど、その 2,3 年前の2期生には無理だから、揃えられないから、みんなが揃うやつにちょっとあの簡単な振りに直してあったりとかするんですよ。だから STU の曲でも先輩はやってる振りだけど2期生は違ったりすることが結構多くて、だから今さ、先輩と一緒に2期生やること多いじゃないですか。そういう時に2期生だけ振り違ったりして、直したりとかすることが多いです。2期生の時こうでしたみたいなのが結構ある。1期ではこうでした、2期ではこうでした、ある。ダルさん、ラブレターありがとう。そう、揃えられるように重恋は違う、もともと2期と1期が振りが違うように作られてます。辻元さんが作ってくださってる振り、
別々に。しかもこういうハンドソープを出す振りとか、こういうやつとか、コロナ禍に合わせた振り付けになってる。マスクとかなってます。チャ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 、マスク、ハンドソープ、手洗い、ハンドソープ、手洗いみたいな。陣内さん、ありがとう。そっか、マスク。何の仕事ですか？声ラジです。こんにちは。ST の公式にね、毎日公式の X に載ってます。今日は何があるか。やっほー。もうみんな昼休み、あと15分で終わりますか？終わっちゃうかな。そう、最近2期生バージョンやってない。ツアーでも1期生バージョンなの。いつもはおもこい披露するときは1番が1期バージョンで2番が2期バージョンだったんですけど、ツアーはもう全部1期バージョンだから、2期バージョンがね、披露する機会がない。あと2分、え、45分までってこと？みんな消えちゃう？僕隊の衣装は新規ですか？わかりません。私は上さんじゃないからわかりません。分かんない。2期生のやつは STU で作ってもらったやつ。もう今日声ガサガサすぎて、ラジオなのに。今日休みだよ。お疲れ様。いいね、月曜日お休み、優越会。よしひろさん、カップアイス、まっちゃんです。お断りです。ありがとう。ラジオ、今日のお便りはすやすや、みんなの熟睡するための方法とか送ってください。お便り、声ラジのホームページから送ってください。すやすや、バイバイ。また夜配信で。声ラジオ放送中でもお便りまだ間に合うんだよね、生放送だから。そう、チリパは事前収録とかだけど、声ラジオは生放送やけ、放送中にラジオブースにスタッフさん入ってきて、紙の束とかをこうやってアナウンサーさんに渡してるから全然間に合う。クロさん、回復薬ありがとう。こんにちは。送っときます。ありがとう、いつもありがとうございます。そう、お昼ご飯食べて頑張らなきゃ。いつもね、ラジオブースの中にテレビがあるんですよ。で、そこで美味しいご飯とかのテレビやってるんですよ。NHK がついてるんですけど、なんか美味しいご飯とか、あとパセリの紹介とか結構多くて、パセリ映ってること多いんだよね。この前もなんかパセリ料理作りますみたいな番組やってた。だからね、あの曲中とかはテレビ見たりとか話したりとかしてる。クロさん、タコありがとう。美味しいご飯を流してくるからさあ、17時ぐらいなんですよね、その時間帯が始まるのがね。17時18時でやってるから、ちょうどお腹すく時間帯やけん、もういつもね、お腹の音グーグー鳴らしながらラジオしてる。ほんと恥ずかしい。たまに違う曜日とかに出るんですよ。みちさんとかそらはさんの代役で出るんですけど、そういう時に恥ずかしいと思う。あの隣にいる方が変わるじゃん、自分の曜日と。だからさ、緊張してよりやばいお腹鳴っちゃうって意識したらやっぱ鳴るから、
それで恥ずかしい思いをしてる。しえちさん音符ありがとう。ね、お腹空いちゃうよね、そんなん見たら。今日何履いてこう。いや、まだパジャマ履いてるんですよね。下これに合うスカートでいいか。黒いスカートを履いてこう。クロさんラブレターありがとう。そう、月曜日の皆さんは、皆さんっていうか木村さん、木村さんが世界陸上から帰ってくる。お久しぶりに会うわ。これワンピースじゃないよ、トップスなの。でもこれ首詰まってるからさ、切りたいな、こう V ネックとかにしたい。首が短く見えちゃう。水ね、水いつもくださるの、小平寺さん、ありがたい。レッスン終わってさ、ペットボトルのお茶とか飲み干して向かっても水がある。ありがたい。みんな何食べたんですか？鶏肉の南蛮漬け。作るのめんどくさくなってきた。でも作れるんだよね、まだ小平寺の時間までに。お腹すいた。ケンタッキーの月見？あ、もう月見始まってる。中華丼、カップ焼きそば。カップ焼きそば食べたいんです、私今ずっと。もう何ヶ月も食べたくて、めっちゃ羨ましい。おにぎり、うどん、スーパーカップ。アイスじゃん、アイスやん。うどん、うどんいいな。中華丼もいいし、カレーもフレンチトーストも、そうめん、そうめん食べたい。そうめん食べたいな。岩のり弁当。のり弁じゃなくて岩のりなの。ペヤングペヤング見たら富吉さん思い出しちゃう。もうね、 HKT ファンだったからさ、もうイコールみたいな、富吉さんが売ってるぐらいの風になってる脳内が。チキンラーメン、あ、チキンラーメンね、この前リエタンがねイベントしてましたな。クロさんありがとう、スタッフありがとう。クイニアも美味しいよね。え、待って、違う、パセさ、あー、みんなこのあと自己紹介メール送る。昨日ね、送ろうと思ったら研究生ツアーだから夜にしようって、終わったらしようと思ったら研究生ツアーの感想を2つも送っちゃったから、それで満足してました。今思い出した、クイニーヤマンで思い出した。自己紹介に書いたの、クイニーヤマンが好きですって。このあと送ります。もう書いてるから、書いてたのに悔しい。送ります。クイニーアマンね、パン界の中でもトップ3、一番って言ってもいいぐらい好き。そう、ツアー中だったらみんな見ないかなと思って、後から送ろうと思って。あー、送ります。書けてるから、すいません。みんなも自己紹介してくださいクイニーヤマンはね、パン屋さん、おしゃれパン屋さんに行ったら絶対あるね。あと広島はデニッシュ系の生地が多分アンデルセンとかで有名だから、広島のパン屋さんだったら結構どこでもあるかも。リトルマーメイドとかでもあるし、ある気がする。今の時期さ、お芋のパンとかが増えるじゃないですか。誘惑に負けちゃう。
クイニアマンね、どこのやつでも美味しい、どこのやつでも美味しいけど、あんま買わないようにしてます。やっぱりあれは砂糖を焦がしてるからね、すごいカロリーあれだから我慢してるから、最近食べてない。でも超好きです、クイニーアマン対食パンマン。え、確かにマンがついてる。いるのかな、アンパンマンの世界にクイニーアマン。まだいないか、そんなおしゃれキャラクターはいない、いる、いないか。アンパンマンはパンだけど和食もいるよ、釜飯丼とかさ、天丼マンとか和もいるから、クイニーアマンはまだいなさそうな気がする。パセリのサイン当たりました。え、チャンガラとか、お、大事にしてください。そう、パン屋さんのパンはさ美味しいけど、なんであんなサクサクかって言ったら、バターを使ってるからサクサクになるわけですよ。バターとか砂糖とか。そう思ったら食べ過ぎちゃうから、一回食べ出したら止まらないから危険。大好きだけど今は我慢。もう将来もうどんなに太ってもいいって時にいっぱい食べる。クイニーアマンマンそんな繰り返す、さかなクンさんみたいなこと。そう、かっぱえびせんみたいなもんよ、やめられない、止まらない。そう、駅前のパン屋さんって本当に罠。私高校生の時にあの駅にパン屋さんがあってさ、高校の行く時間帯って朝早いじゃん、ってことはパン屋さんも焼きたての匂いがするじゃん。だからついついね、毎回覗いてましたね。わー美味しそうやなと思って買っちゃってたな。高校って言っても通信の時だから、もう高校の本当の高校に行ってた頃、本当の高校は何、普通の全日制の高校の頃は買い食いとかできなかったから、そう通信になって初めてそういう通学前とかにパンを食べたりしてた。緊張してた。私パン屋さんでも緊張してた、スタバとかも緊張するけどパン屋さんで緊張してました。で、パン屋さんいいよね。でもパン屋さんって絶対朝早いじゃん、絶対起きれん気がする、シフトとか大変だ。うん、そう通信、不登校になった後通信に行った。なんかすごいいろんな世代の方がいた、お友達とかはできなかった。ずっと2年間通信行ったんですけど、友達一人もできずに終わりました。パン屋さん、仕事戻ります、頑張って、もう1時になっちゃうね、頑張ってみんな。通信ね、だってあんま行かないんですよ通信だから。ほぼ宿題とかを郵送する学校だから、月に数回しか学校がないんだ。だからね、関わる機会がなくて。仲良くなれなかった。クロさんありがとう。学校通ってた、通信だったけど。そう、
全然楽しみじゃなかったです。なんかね、早起きないよ。だから日曜日とかに通うんですけど、アンパンマン6時とかにやってるじゃん、5時半とか6時とか、アンパンマン見て、でもその後テレビがさあんまないからさ、その時間帯あのジャパネットとか見たりしてテレビショッピングとか見て準備して、うん、でも大丈夫だった。私も支障なかった。友達いなくても生きていけました。通信は、シャーベット、あ、新幹線なし、この前教えてくれたやつだ。新幹線なし食べたい。仕事戻ります、頑張って。はい。でも私通信行った時はなんか芸能人みたいと思って浮かれてました。なんか芸能人の方ってさ忙しいから、アイドルとかでも通信行ってるって人多いじゃないですか。だからなんかちょっとね、嬉しかった。ちょっと浮かれてました。ね、人付き合い難しいから、ね、でも STA メンバーとかさ普通に高校とか通ってたりするからすごいなと。課題もやって授業も出て、割と漢字読めるイメージ。うん、全然読めない、全然読めないから結構間違って、みんなが教えてくれます読み方とか。そろそろ終わろうかな、みんなお昼休み終わっちゃうもんね。終わろうかしらね。もう髪の毛の巻きが取れてきた気がする。あ、そうでもなかった。汗かきそう。こんにちは。半角こんにちはだ。こんにちは、頑張ります。声ラジ、声ラジだったらまた配信します。何時になるかまた予約入れます。顔見れてよかった。こちらこそ見に来てくれてありがとうございます。顔見に来てくれてよかったです。ありがとう。じゃあ皆さん頑張りましょうね。午後からもメール自己紹介送ります。では壇上いきます。13位こうさん、12位パパンダさん、11位ジュナラゴさん、10位麦田ピポさん、9位クワドリさん、8位石川先輩、7位しんちゃんさん、6位さざなみさん、5位しゅんさん、4位ひりあすみさん、3位クロさん、2位よしひろさん、1位パセタン石川カツオさん、ありがとうございます。ありがとう。ちょっと今日は滑舌が怪しい、いつも以上に。ありがとうございました。また夜配信で会いましょう。バイバイ。